てヒューズが飛んじゃうみたいなことがあるので、なんかこの間ですね、石垣島に僕が行ってた時に、Facebook のお友達のキャンピングトレーラーを持ってる方なんですけれども、まあ、事故のお話ですねを、ちょっと聞いてくださいということでですね、お伺いしたら、キャンピングトレーラーを引っ張っている走行中にトレーラーがですね離れてしまって、なんでかというとピン、ヒッチのピンあるじゃないですか、ヒッチメンバー、何がヒッチメンバーか僕ちょっと分かんないですけど、フックが入ってて、こうヒッチのところに、ね、引っ掛けるところですよね、それが入っててそこにピン刺してるじゃないですか、そのピンがこう折れ曲がるタイプのやつだったらしいんですけど、それが振動で抜けてしまって、でそのヒッチボールごと外れて、で対向車線にあのブレーキのね、緊急ブレーキみたいなのかかったみたいなんですけども、反対車線に流れていって、反対車線の車と正面衝突。これね、キャンピングトレーラー持ってる人たちってみんなそのなんていうんですか、最悪の万が一みたいので、そういうことを考えてると思うんですけど、本当に起こるんだっていうね。でやっぱりブレーキはかかるけれども、やっぱり前とね同じぐらいのスピード走ってますから、まあ、真っすぐ止まるわけじゃないんだなっていう、車もね曲がったり、道もね曲がったりしてますから、反対車線に出ちゃうんだなっていうのも、もうなんかやっぱりなっていうのでもあったし、であと保険の部分はどうなったんでしょうっていうことを聞いたんですけど、まあ、基本的にキャンピングトレーラーってヘッド車の、保険を使えるっていうことになってるんですけども、車両保険に関してはね単独で入らなきゃいけないということなんですが、まあ、切り離されちゃった後なので、ね、それは単独になるのかヘッド車のね、保険を使えるのかっていうところすごい気になってたんですけれども、それはですねやっぱりヘッド車のね引いてた車の保険が使えましたということでね、まあ、ただ、怪我もなく、事故をした人もね、怪我なく大丈夫だったということで一安心だったんですけれども、まあ、そこでホビーとねアドリア、僕両方乗っていましたっていう話をしたことがあるのをねご存知だったみたいで、でどちらがいいですかねっていうことでアドバイスをさせていただいたんですけれどもね、皆さんもねこう取れちゃうとね困りますので、あそこね僕もこう曲げるタイプなので、ちょっとまたね見てちゃんと取れないようにねしておかなきゃなと思いました。本当に最悪の最悪ですからね、そんなのびっくりすることですからね、ちょっと外れないようになんか工夫をしたりしたいなと思います。ということで石垣島行ってきます。動画編集はい、 OK です。ちょっとね寒くなってきたので、焚き火のね準備を、そうですね、ミックも実はここにいるんです、見てください、僕の4番目をでございます。一緒に手伝ってくれる？じゃあ行きましょう。ありがとうね、待っててくれて。行きましょう。はい、開けてください。こっからはい、超天気になってる。超天気やん、富士山めっちゃ綺麗やん、ビアゲンビレッジいいですね。超綺麗、一組限定ですよミックン、こちら貸し切りキャンプ場です。あったか、さっきまで寒かったのにあったかい。あったかいね、いいね。うーやばかった、うん、こっからも撮っていいよ、はいどうぞ、はい、あっうわーい、余裕。はい、じゃあ準備できたんで下ろしていこう、手伝ってくれる、はい、ありがとう。なにこれ、もっといっぱいくださいよ。パパ、はいよ、いいね、これ富士山見ながらこんな感じで、すごいいいですよ、これは薪です、キャンプの薪です。はい、あ、縦だった、よいしょ。はい、薪の準備ができました。左はね針葉樹、右は広葉樹でね、薪の種類が違うのをね今回は焚き火で楽しんでいきたいと思います。思います。富士山見ながら焚き火ですね、今日はこちらで C 社でも吸いながらやりたいですね。取れましたね、ありがとうございました、お手伝いに行って。はい、こちら自宅なんですけれども、今日はですね、ピザをやりたくて
というのもですね、こちら僕ピザがすごい大好きで、ピザのね生地をこねる、はい、機械を購入いたしました。もうこれ4回目ぐらい使ってるんですけど、めちゃくちゃいいです。これでね、生生地でピザを今日はやっていきたいと思いますよ。みっくん、イエイ。はい、こんな感じで準備することができました。これはですね、ウニのガス用ですね、海外から輸入しました。 LP のガスで使用できる海外製のやつなんですけど、日本だとね、薪でやるやつなんですけど、わざわざ海外からこう輸入しました。すごい便利です。薪と違ってね、全然汚れないので炭も出ませんし、タールも出ないのでね、最高です。最近ね、これピザを伸ばすのに買ったシートなんですけど、1000円いくらでね、こうピザ伸ばす方、こういうのあったらアウトドアでもね、めちゃくちゃ便利です。丸めて持っていけるので。はい、それではピザをやっていきたいと思います。400度になるまでね、ちょっと待つんですけど、今250度、そろそろ作業してもいいぐらいですね。チーズも買ってきました。モッツァレラ、あと今日もキーマカレーね、やっていきたいと思います。あとガーリックピザソースですね。ママ、あ、のりちゃんどうしたの。ママ、あ、ママ、あ、ママ来る。いいですね、なえちゃん。ち、あ、ピッチャー。ちょっとまだお話ができないですけど、何を、なんか言いたいですね。ね、ジジのね、自動販売機です。こちら。で、今日はね、寒いので外、中でね、やっていきたいと思います。いつもね、撮影している C 社のバーです。水タバコのバーです。で、今日はね、結構ケンちゃんがですね、クラフトビール入れてくれたので、飲んでいきたいなと思います。いいね、こんだけ入ってると。ビアゲンビレッジクラフトビールと試写が楽しめるキャンプ場なので、ぜひね、皆さん楽しみにしてください。あとですね、今この使ってるレンズ、さっきミラーレスだったんですけど、今こちらね、 ZV-1 っていうね、こういう僕みたいに Vlog を撮る人にはね、うってつけのカメラなんですけど、ちょっとね、画角が狭いっていうことでいろいろね言われてたんですが、最近ですね、あのキャンピングトレーラーを引っ張ってイブサン TV のイブさん、イブさんとお呼びしたらいいのか分かんないですけど、パパさんにですね、この画角をですね、広がるレンズがあるんだよということを教わって、見てください、これだいぶ広くないですか。ありがとうございます。本当にこれ助かってます。もうミラーレス使わなくなっちゃうんじゃないかなっていうぐらいな感じでございます。またね、キャンプ場の方にもね、ぜひ遊びに来て、あんまりコラボとかしたことないんですけれども、ぜひね、コラボしていただけたら嬉しいかなと思います。ありがとうございます。概要欄にですね、イブさんのチャンネルも貼っておきますので、ぜひ見てください。ジープのラングラーとですね、フォローがついてるやつと、あとアドリアの 390DD をお乗りのね、方でございます。もうどん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 伸びてね、多分すぐに1万いっちゃうじゃないかっていう感じでございますので、おすすめです。はい、では今からピザを広げていきたいと思います。見てください、このピザ3つがあのタレ広げた、やってくれた、広げました。ちょっとパン粉をつけてね、パン粉をつけてやっていきたいのですので、どうでしょう、これ広がりますかね。まずガスをね、抜くって、手のひらサイズぐらいに広げたら、もうちょっとパンを抜こうかな。パン粉って、あ、パン粉じゃない、パン粉って言っちゃうね、いつも強力粉。はい、これぐらいになったら広げていきたいと思います。すげえ、めっちゃ伸びるやん。うん、結構いいかも。あ、こっちのやっぱり乾燥してるところは割れてっちゃうね。でもまあ全然いいね。いいね、いいですね、うん、ちょっと丸くしたいけどね、まあ、プロじゃないんでね、これぐらいできれば。パパプロだよ。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあこれでまずソースをかけていきます。このソースかなり美味しかったです。カルディで売ってたみたいですけど、もうなくなっちゃう。これすっごい美味しかった。めっちゃボコボコやってる。あ、やべ、あれ忘れちゃった。おにぎり？スプーン。はい、チーズはこれですね。使っていきたいと思います。オリオンビール。なんかチーズの。チーズたっぷりよ。なんかチーズの匂いがする。チーズたっぷりいきますよ。こちらモッツァレラですね。モッツァレラチーズ。モッツァレラやっていきたい。なんか料理 YouTuber みたいになってきたけど。パパ？はい、これです。なるほど。ちぎって。ちぎって3個、
あんまりねチーズ乗っけるとねこってこてになっちゃうんだけど、結構乗っけすぎちゃいましたかも。スイートバジル、スイートバジルですね。こちら入れていきます。もうこれ洗わないで入れちゃいます。熱消毒だからね。マルゲリータでございます。はい、では焼いていきたいと思います。なんかこれ洗ってあるのに大丈夫なのかなっていう、はい、大丈夫ですよ。大家族あるあるでいいですか、これは。洗い物がちょっとっていうのがあれです。そんなことない、そんなことない。本当、うん、心配だなと思って気にしすぎ。動きますからね。大家族なんだけど気にしすぎ。いきます。結構早いからね。そうだね、はい、あまりね、よそ見してると本当そう、これ400度いったらもう1分ぐらいで焦げちゃってるからね。いっちゃうから、はい、ちょっとビールを用意して飲まれるか、もしよろしかったら、はい、今あのクラフトビールのさっき紹介もさせていただいたので。すごい増えてて可愛いな。そう、ちょっと一緒に飲みましょうか。ちょっと、ちょっと、ちょっと、危ない。もうこれね、いいですね、工場だと。もうこれ見てください、もう、怖い。もう落としちゃっても、あらららららら、もう落としちゃっても、いいんですかこれ。もう落としちゃっても、こうなんかね、こうピザ僕たちね、すごいね、苦労したんだよね。しっかり伸ばせるようになるまで、はい、二次発酵とかね、一次発酵で終わらせるとか。でも結局冷蔵庫でちょっと寝かすっていう作業があると、いろんな人のレシピみたいな。そうね、でも一回冷蔵庫で寝かすってことをするとすごい綺麗にね、伸びるなっていうことを知りました。完成。美味しそう。じゃあお姉ちゃんに切ってもらって。お姉ちゃん切るのかかな。お姉ちゃん切るのかかな。切れるかな。あー豪快。切りますとかそういうのもなく豪快。それですね、ちょっと食べちゃいます。食べてみたいと思います。もうお酒も飲みたいし。お酒はですね、こちらローチモンドブリュワリーなのかな、のセッション IPA ですね。すごいこうジャケットが可愛くないですかこれね。素敵ですね。これ飲んでいきたいと思います。700円でした。これ700円。匂いでも楽しんでほしいから。あ、そう、うちのタンブラーなんで、もしよかったら販売してますので、1400円、よろしくお願いします。ローチモンドブリュアリーセッション IPA、 ちょっと名前間違ってたらすみません。いただきます。うまい。さすがですね。海外、アメリカからこのビールね、買ってるんですけど、あのアンテナアメリカさんっていうお店があるんですけど、そこすごくいいんでおすすめです。いろんなね、アメリカのフレーバーの、フレーバーというか種類のビールが飲めますので、もしクラフトビール好きの方も知ってる方いらっしゃると思うんですけど、横浜にね、あるんで。はい、あと山名、品川か、もしよかったら行ってみてください。すごい美味しいです。あ、うまっ。美味しい。もうないはい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっとですね、焚き火はですね、後のエンドロールで流させていただきたいだと思います。ちょっと酔っ払っちゃいまして、そこまで頑張ってね、撮っていけるかという自信がなくなりましたので、ここで締めたいと思います。久々にですね、 540KMFE 使ったんですけれども、何も故障なくですね、ただ使い勝手が覚えてなかったっていうぐらいで、やっぱりね、たまにはこう使って動かしてあげないと機械もんなんでね、いけないのかなと思いました。なのでこれから定期的にね、順繰り順繰りで515と540回しながら使っていきたいかなと思います。そしてですね、ビーアゲンビレッジ、今僕たちが作ってるキャンプ場、新しいね、あの子供たちの遊べるようなものをどんどん、まあ大人たちが遊んでも絶対楽しいと思うんですけども、増えてきてまいりましたので、またね、ぜひ楽しみにしていただけたらいいかなと思います。そしてね、コロナのね、ワクチンがだんだん出てきましたので、社長もね、うちの父もですね、だんだんそのあたり寛容になってきて、友達だったらいいぞみたいなことを言ってきてきてるのかなみたいな感じで、ちょっとそれはグレーな感じなんですけれども、ぜひね、インスタのお友達だったりとか Facebook のお友達、そちらからね、ご連絡いただいて、ちょっとね、社長にお伺いしたいなと思いますのでね、もしね、我こそはコウスケの友達だったんじゃないかっていうね、方そんなね、ちょっと本当だったらね、来てくださいっていうね、ぜひね、泊まりたいみたいな感じで来ていただけたら嬉しいかなと思います。はい、プレイオープンみたいな感じでね、友達限定みたいな感じで、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価、インスタグラム概要欄に貼ってあります。ぜひフォローよろしくお願いいたします。それではじゃあね、バイバーイ。
Jim